こんにちは、織出健一です。さあ、自分のプレイをスポーツ中継風に実況していくスプラトゥーン2、ハコフグ倉庫でのガチヤグラです。狭いところでのヤグラの奪い合いというところが特徴的なこのステージ。さあ、無料見ていきましょう。相手がどう来るか、自分たちがどう動くかというところを見ながらの初動の奪い合い。さあ、この辺りさすがにサブで大きく、さあここでガチヤグラ奪われます。さあ、ピンチマーク味方ついていますが、ピンチを回復させながら落として奪って、さあここで前には出られないか。ああ、かわされた。うまく落としましたけれどもね、ああいったところはしっかり落としていきたいですよね。ああ、これはアーマーに助けられた。完全に今マルチミサイルのエッジになっていましたけれどもね。さあ、中央での奪い合い、なかなかいけないか。ここで奪ってカウントを進めていきたいが、ここは味方がサポートも欲しいが、落とす。誰か乗っているか。乗っています、乗っています。さあ、第一関門到着しました。相手にピンチマークがついている中、たくさんの人数がこの関門乗っていることでカウントの減りを早くしたいというところ。さあ、ナイスで味方の息を鼓舞しまして、第2関門に到着。そしてマルチミサイル、いいタイミングで溜まった。落ち込んでいく。さあ、第2関門突破しました。ここでマルチミサイルが発動した中で、さあ押し込むことができた。さあ、そしてどうする自分は。さらに前に行く。第3関門に到着したぞ。落とせるか。落とした。さあ、これはかなり大きい。第3関門突破した。残りは13、12、10を切った。一気に持っていくか、持っていくか。どうだ、残り4、残り4で奪われた。あ、奪ったぞ。そしてゴールです。これはいい、気持ちよく決まりました。すべてのタイミング、呼吸が噛み合っていたという形。噛み合っていなければ完全に抑えられるんですけれども、それにしても初動の相手のサブの応酬、ここを耐え切ってなんとか押し上げたというところが功を奏しましたかね。いや、いい形で初戦勝つことができました。ノックアウト勝ちで幕を開けた今日の第一戦です。続いてもハコフグ倉庫のガチヤグラです。味方との呼吸タイミングが合えば押し込むことができるというところ、それがつかめないから難しいスプラトゥーンです。相手ローラー2人いますね。ああいったローラーがこの状況をかき乱すということが考えられますので要注意。あのローラーが最初に仕事をさせなければあというところですが、ローラー、味方のローラーやられてしまった。さあ、これで、ああ、3落ち。先ほどとは逆です。完全に押し込む、全落ちになってしまった。さあ、そしてその間に矢倉が進んでいく。こうなりますと、まずは塗り状況を良くしないといけないというところでしょうか。あー、ローラー、相手のローラーが来てる。そしてアーマーが来ているが落とした。あー、もうここまで矢倉が来ている。そしてアーマーが来ている。これはもう落とすしかない。ここはもう狙っていくが、狙って狙えないのか。どうした、何があったんだ今。もうここには3人相手が来ています。ジャンプ狩り、着地狩りしたかったんですけどね。これ相手味方もいたんでどうだったでしょう先ほどね。さあ、もうその間にガンガン押されていっている。依然としてピンチマークがついている。そしてもう完全に制圧されてしまった。やはり初動の全落ちが効いている。そうなってしまうともうなかなか状況を打破することはできない。完全相手に押される。しかし味方もこれ落とすことできないのか。ようやく落ちました。こうなるともうやはり状況を回復させることしかできませんね。そしてまず一つ一つ相手を落としていくこと、塗りを良くしていかないと何ともできませんので、敵を落とすよりかは塗りを良くしていくしかないと思うんですが、ただ残り18というところでここまでイーブンまで戻しました。ここから一気に逆転することができるかどうかというところ。さあ、ここでマルチミサイルで牽制。さあ、裏取りに入っていきます。さあ、相手ピンチマークがつきました。第一ガンも突破していく。さあ、ここで相手の着地狩りを決めるかどうか。もう決めました。さあ、そしてここから来た、敵も落とした。さあ、ここで3人目は無理だ。3人目は無理です。あれは多分着地狩りをした相手だったかもしれませんね。さあ、そしてまた相手が進んでいく。しかしガチヤグラを戻しました。先ほどに比べるとこちら側の塗り状況は良くなっているが、さあここでまずはカウント自動的にこちらまで、あ、結局イーブンまで戻ってしまいました。相手が奪ってしまう。ここは落としたいぞ。落とせないのか。
方のサポートがあって落ちましたが、自分が落ちてしまっては元も子もない。やはり初動の前落ちが効いている。一気に押し込まれて残り相手18です。さあここで味方が奪っているが、第1関門を突破して、さあ第2関門に向かっていくという状況ですが、奪われた、落とした、さあこれはどうだ、マルチミサイルも溜まってるが、奪ってここは落とすことができるか、奪われた、あしかし相手も3落ち、さあ数的優位を作って、さあここの塗りを良くしておきたい、誰が乗っ、誰かの、誰も乗らない、誰も乗らない、乗らないままここまで戻された、乗ってほしいが、あ相手の数的優位のな立っている状況でちょっと前に進めておきたかったんですが、タイミングが合わなかったでしょうか。さあしかしガチヤから奪いました。さあ前方突っ込んでいきます。さあここの塗りを回復して第2関門到着、自分がさあ行くか、さあマルチミサイル溜まった、第2関門突破した、さあこれは味方やぐら乗せたままでどうだ、あ落ちた、あ戻ってしまった、落ちてしまった、まあ、しかしローラー、相手のローラーが効いているので厳しいか、登ったままやぐらに登ったままで進めていくのは難しいか、相手のこの塗り攻撃を避けるためにはやっぱりガキやぐらから落ちなければいけない、降りなければいけないという状況。さあ第3関門乗ったぞ、あ今度はここは分かっていましたか、ナイス様でしたか、ナイス様やられたか。さあ中央がこれ相手取られていますので、ここを越えられるとまたやられてしまいます。逆裏を入って状況を見る、ここで落とせるか、誰も矢倉には乗っていない、奪ったところでさあここを越えて相手のゾーンに入っていく、前に出たいぞ、前に、あ誰もいなかったか、ガチが矢倉を奪って後ろからローラーが来ているが、これをうまくかわして落としたいが、スプラッシュステールが奪われた、ローラーが落としたいのに落とせない、引かれたか。やはり矢倉の状況を知らせてくれる音ですね、これも大事ですね、誰も乗っていない時には積極的に乗っていきたいです。さあそして相手がまたローラーがかなり落ち込んできて、ガチャから戻しました。やはり相手がこうぐっと前に来ているともどうしようもないですね、ここまで来てこれをもう、まあ、スーパージャンプでこのローラーをの上を越えていくっていうことができていますので、そんなにこのローラーが脅威という感じはなかったかもしれませんが、まあ、それにしてもやはり最初です、最初に全落ちしてしまって押し込まれてしまってはなかなかそこから逆転することも難しい、ただいいところもあったのでひょっとすると逆転というところもあったかもしれませんが、まあ、とにかく最初の全落ちは気をつけろ、そんな教訓を胸に秘めた第2戦となりました。さあ第3戦いきましょう。第3戦もハコフグ倉庫のガチヤグラです。気をつけたいのは初動全落ち厳禁ということで行ってみましょう。チャージャーとバケツガイル、あこれもローラー、かなりこの長距離またバシャバシャやられてくる、こういった吐き乱すような武器が相手いますけれども、さあ初動まずは自分たちのこのエリアを確保して動けるようにしたい、相手に奪われるが、あこれは何でやられた、ブラスターです、このブラスターも気をつけたい。ガチヤグラ奪いました、奪いましたがカウンター進められない、相手が奪っているのか、うん、ナイス回っている、これでは前に進めない、その間に、あ戻すことができた、マルチミサイルも飛んできているがなかなか前に行けない、スペシャルを使うタイミング、味方同士うまくタイミングを合わせていきたいところ、やはりこの上にあるスペシャルゲージが溜まったかどうか、ここを見ておくのも大事ですね、溜まっていますが、あ落とす、落としました、落としたところでまだ他にも、あ他は溜まっていない、結局こうやって自分が溜まってすぐ使ってしまうというところも相手が押し込んできてしまう一つの原因を作っているかもしれませんね。スペシャルを使うタイミング、これは話し合うことはできませんが、戦況こういうのを見ながら使っていきたいところではあります。さあ矢倉は中央奪われた、これはバケツかローラーか、いや赤ザップだ。さあこれでまた第一関門到着、今ローラーがかなり裏取りをしてこよう、この画面の左から来ようというような、そんなアクションを見せていましたけれども、それを察知していた、これは分かっていた。
さあ味方に禁止マークがついています。第三関門に到着されてしまった。これも何もできないまま第三関門突破されていくぞ。味方有利の状況ではあります。人数です。奪うことができました。残り16まで攻められてきている。こういったところを落とすことはなかなかできないでしょうか。さあナイスマークテールがこちらに来た。何もできないままどうやらこれも終わりそうだが、いやしかしまだ残りは3分ほどあります。ここでなんとかどうしたいかな。味方としてもここは手詰まりな状況なのか。結局奪われるんですね。あの状況で乗っていてカウントを進めたいところではあるんですが、乗る人がいないという感じ。さあブラスター来ているぞ。ブラスターとの1対1ですが落ちました。さあそうです、ここを作って、ここは結局この味方のエリアで矢倉が動いている感じなんですよね。こちら全然進めてませんもんね。残り100ということは全く進めないままなんですよね。これをどうするか行きたいんですが、サブも来る。さあここでようやく奪った。ようやく残り間もなく2分というところで少しカウントが進んだ。戻される。さあここで数的優位を作って味方のサポートを受けながら、ようやく奪った、ようやく奪った。さあこれで味方の上がりも待ちながら第一関門でまずは止まって、ここで9番ももあるぞ。大丈夫か。下がって乗って大丈夫。さあ第一関門突破した。さあここで味方がバケツもいるぞ。さあそこでサポートを受けながら第二関門一気に来た。一気に第二関門来たが、ここで味方のバケツにやられてしまった。あ、ローラーでしたか。この辺りのやはりローラーなどが来ると、かなり押し込んでいるぞ。これは押し込んできている。大逆転があるのかどうかというところ。ローラーかわして、ローラーかわして引かせなかった。もう一つバケツは落ちない。今ローラーとのうまくかわしたというか不思議な動きになりました。さあ残り30まで押し込むことができました。ただやはりこう、これは編成的には自分が矢倉に乗っていないといけないという感じだったでしょうかね。ただ序盤本当に矢倉に乗れるような感じはありませんでしたからね。ブラスターをかわして落とした。しかしこれもバケツですね。バケットしました。さあガチ矢倉奪われます。残りは1分を切っている。さあもう一回押し込むことができるかどうか。そうなんですよね、ここ塗られてしまってるね。乗ることができないんですよね。乗ることができない。こちらの状況的にこう濡れる時というのが、赤カップやローラーもいますけれどもね。失礼、ローラーは相手ですね。いやー、この中央付近がなかなか塗ることができないというのは、やはり相手のバケツが効いているのかというところ。ブラスターはよく落としています、今回の自分ですが。さあ3落ちになった相手持っていきたい。ヤグラに乗って乗れないんだ。3落ちですけれども、残った1人が効いてるんでしょうね。さあ残り時間は10秒というところで、さあ結局そうバケツが乗っていてもいいんじゃないでしょうかね。乗ってそのまま運んでいけばよかったという序盤の動きではあったと思いますがね。いやー、序盤この塗り状況が良くなかったというところもあったでしょうか。完全にステージ制圧されて押し込まれた。ただチャンスもあったんですが、そのあたりはやはり物が言えない同士、コミュニケーションが取りづらいこのスプラトゥーン2の中で感じ取って動くべきだったかもしれないという反省材料が残った第3戦となりました。この動画が良かったよという方、ぜひ高評価お願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。裏取りをする、こういった自分がいけないんですかね。これで数的不利を作ってしまってるんでしょうかね。さあ、他の動画でもまたお会いしましょう。